はい、こんにちは、ともです。今日はペチュニアのピンチとか切り戻しをやっていきたいと思います。ピンチと切り戻し、摘心って微妙に意味が違ってたりするんですけれども、まあ、枝を切るっていうことで、こんな風に飼ってきたばかりのお花をピンチしたりとか、植えてしばらく経つお花のピンチをやっていきたいと思います。ペチュニア以外のお花もそろそろ切り戻ししたいと思っているお花もありますので、今日はハサミを片手にひたすらいろんなお花を切っていく動画になると思いますので、よければ最後までご覧ください。それでは早速やっていきます。はい、ではまずこんな感じでポットで買ってきたばかりのペチュニアのピンチをやっていきたいと思います。今からペチュニア買っても全然いいんですけれども、そろそろ売れ残りのお花が多いということで、こんな感じで枝が伸びて暴れてるお花が多いと思うので、そういうお花を買った際にどういうふうにピンチしたらいいかっていうのをまずやっていきたいと思います。はい、まず買ったお花の紹介なんですけれども、まずこちらスーパーチュニアビスタのシルバーベリーですね。中心がピンク色になるペチュニアです。これはとても丈夫で立ち上がってコウモリ咲くタイプのペチュニアです。はい、続いてこちらはサフィニアパルフェですね。普通のサフィニアよりもお花が小さめで、どっちかっていうとドーム型に育つお花ですね。先ほどのスーパーチュニアよりはふんわりとした感じで育つと思います。僕はこういうカシスっていう普通のサフィニアのパープルよりも色が濃いめのシックな色のお花を買ってきました。はい、3つ目がこちら、これはカリブラコアなんですけれども、ダブルミルクレープっていう八重咲きの白っぽいお花が咲くカリブラコアですね。こちらも少し大きめのポットで割と遅い時期に売られていたんですけれども、枝が伸び始めているのでピンチしていきます。はい、まずこちらのシルバーベリーから切っていこうと思います。株はしっかりしてるんですけれども、枝が伸びてきて枝数が少ないので、このポットの縁で切っていくイメージですね。この丸いポットの形に合わせて切っていくといいと思います。はい、こんな感じでこれぐらい切るとピンチというより切り戻しになると思うんですけど、このポットの形に合わせて丸く切り戻しをしました。切った枝はもちろん挿し木にしたいと思いますので、挿し穂にして水にさらしておきます。挿し木の詳しいやり方は別の動画で紹介してますので、気になる方はそちらの動画を見てください。はい、続いてこちらのダブルミルクレープもカリブラコアですけれども、同じようにこのポットの縁で切り戻ししていきます。はい、こんな感じで切り戻しができました。ポット内買ってきたら伸びた枝はピンチしてすぐ植え替えてあげるといいと思います。はい、最後にこちらのサフィニアパルフェを切り戻ししていきます。ずっと売れ残っていた多分お花で枝が暴れてるんですけれども、このまま植えても形が綺麗にまとまらないので、お花はちょっともったいないですが切っていこうと思います。ポットの縁で切っていくっていうのはあくまで目安なんですけれども、それぐらいの位置にこんな感じで新芽が生えていますので、枝の新芽の位置をよく確認して切ってあげてください。はい、こんな感じで切り戻しができました。新芽にかぶってる古くて大きい葉っぱなんかは取ってあげるといいと思います。黄色くなった葉っぱとか傷んだ葉っぱも取っておいてください。土に触れている部分の葉っぱもやがて枯れていくので、下の方の葉っぱも取ってあげるといいと思います。少し掃除してから植え付けしていきます。はい、こんな感じでポットの切り戻しができました。なるべく早く植木鉢に植え替えてあげてください。ただ急に大きい鉢に植えると多湿になっちゃって根腐れしてしまうこともあるので、雨よけしたりとか、あんまり水やりすぎないようにしてあげるといいかと思います。また売れ残りの苗って日当たりが悪いところに置いてあったりとかして、葉っぱが柔らかくなっちゃってることがありますので、急に日向に置くと葉焼けしてしまうこともあると思うんですね。しおれてしまう場合は半日陰とかに置いてあげるといいと思うんですけれども、本来日向で育てるお花ですので、徐々に慣らしてあげて最終的には日向で育てるようにしてあげるといいと思います。はい、続いてこちらですね。これペチュニアではないんですけれども、フェアリースターっていう日日草、小さいお花の日日草なんですが、これも植え付け前なんですけれども、植え付けした後ピンチしようと思っているので、ついでにこちらもピンチしておこうと思います。普通の日日草と違ってフェアリースターはお花が小さい分またすぐ咲いてくれますので、こんな感じで
枝先を軽く摘み取るようにピンチしておくと、さらに分枝してたくさん花が咲いてくれますので、あんまり深く切る必要はないので、お花の部分だけこんな感じで切ってあげるといいと思います。はい、続いてはこんな感じでもうすでに鉢に植えてあるペチュニアやカリブラコアの2度目のピンチをしていきたいと思います。ピンチをするしないの基準なんですけれども、例えばこちらのサフェニアアートのあずきフラッペはたくさん花芽がびっしりついていて、これぐらい花芽がついて分枝してれば切り戻しはまだ必要ないと思うんですけれども、こちらのカリブラコアは枝が少し間延びしていて花芽もそんなに多くないので、こういうお花はもう一度切り戻ししてもいいと思います。ただ最初の切り戻しはしてあるので、このまま咲かせてもふんわりきれいに咲いてくれると思うんですけれども、よりびっしり咲かせたい方はもう一度ピンチしてあげるっていう感じですね。そこは好みに合わせて育ててあげるといいと思います。はい、ではこちらのサフィニアアートルリロカザグルマから2度目のピンチをしていきたいと思います。最初のピンチは先ほど言ったようにポットの周りでピンチして、それを植え付けしてまた大きくなってきた株っていう感じですね。もちろんこのまま咲かせてもいいんですけれども、よりびっしり高密度にお花を咲かせたよって方は2度目のピンチをしてあげるといいと思います。2回目のピンチはポットの縁で切ったのと同じで、今度はこの鉢からはみ出た部分を鉢の縁で丸く切っていくっていう風にやると分かりやすいかなっていう風に思いますので、まずこの鉢の縁に沿って切っていきます。はい、まずはこんな感じで鉢の縁に沿って切っていきました。これだと中心の方の枝は切れてないので、中心の方の枝も切っていくんですが、外側の枝を鉢の縁で切ったので、この枝は全部同じ長さになるので、外側より上の方にある枝は外側の枝より少し短めに切ってあげると、全体的にびっしりお花が咲いてくれるようになると思います。はい、ルリロカザグルマのピンチが完了しました。どんどんやっていきたいと思います。はい、続いてこちらはぐんぐん大きくなるカリブラコアっていうお花です。このお花も横に横にどんどん広がっていくので、どんどん枝を伸ばしていった方が花を咲かせてくれるので、ほんと軽く枝先を摘んでいくっていう感じでピンチしていきます。はい、これぐらいかな。こんな感じで軽くピンチしただけですね。まだお花も残ってますけど、枝先をほんの少し摘むだけでも分枝しやすくなってお花が増えてくれると思います。はい、最後のこちらのストロング5っていうカリブラコア、キューティーオレンジっていう色なんですけど、こちらをピンチしていきます。サントリーのカリブラコアなんですけれども、ミリオンベルと違って株もお花もとっても大きいですね。ですのでミリオンベルよりもピンチしてあげると、より高密度にお花が咲いてくれるんじゃないかと思います。これもほんと軽く枝先をピンチして摘み取るっていう感じですね。このお花は先ほどのカリブラコアとは違ってドーム型に立ち上がって成長していくので、そのドーム型の形をイメージしながら切っていくといいと思います。カリブラコアは僕個人的にちょっと苦手意識があって、挿し木も結構失敗したりするんですけれども、このストロング5は見た目も強そうな感じがしますね。はい、カリブラコアストロング5もピンチができました。今日はもう水やりやっちゃったんですけれども、定期的に液体肥料とかをあげて肥料を切らさないようにしてあげるといいと思います。はい、ペチュニアの切り戻しピンチはできましたので、続いてですね、はい、こちらのマーガレットとか他のお花を切っていこうと思います。ちなみに少し前に切り戻ししたマーガレットはまたつぼみがたくさんついてきて2番目の花を咲かせてくれています。マーガレットの切り戻しも他の動画で紹介してますので、詳しくはそちらをご覧ください。今日はひたすらいろんなお花を切っていく動画ということで、春に買ったデイジーイエローっていう黄色のマーガレットですね、他のマーガレットよりも開花が遅くなったので今切り戻しをしようと思います。まあ、基本的に枯れたお花を切りつつ新芽の上で切っていくっていう感じですね。そこまで考えて切ってはないです。はい、マーガレットデイジーイエローも切り戻ししました。はい、続いてこちらのネメシアロマンスも3回目の切り戻ししていきます。春の切り戻しの動画で2回目の切り戻しをしたんですけれども、その後また満開になってくれて
また株が暴れ始めたので切っていきます。高温多湿に弱いお花なのでいつまで咲いてくれるかちょっと分かんないんですけれども、本格的に暑くなるまでもう一度ぐらい咲いてくれると嬉しいかなっていう感じですね。秋からずっと咲いてるので本当開花期間が長いお花です。肥料も追加でやっておきます。はい、続いてこちらのステラスノーストームを切っていきます。あんまり深く切るとちょっと夏に枯れそうで怖かったんですけど、本格的に暑くなる前に少し形を整えておきたいなと思うので、ちょっと横に伸びすぎなところは切っていくっていう感じでピンチしていきます。ハイステラスノーストームも結構切っちゃったんですけど、どうか夏に枯れませんようにっていう感じでお祈りしておきます。もうちょっと肥料あげてもいいかな。夏の間は肥料やりたくないんですけど、まだ5月なので肥料を少しやっておこうと思います。はい、こちらは刺し目で増やしたスーパーリッサムですね。お花咲いてくれてるんですけど少しまとまりが悪いというか徒長しがちなので、これも切り戻ししちゃいます。親株は今満開に咲いてますけれども、このスノープリンセスが一番成長が早いので切ってもすぐ復活してくれると思います。これも適当ですね。適当っていうと過去の切り戻しの動画何だったんだって話なんですけど、もうほぼ適当に切り戻ししています。この黄色いお花はセダムですね。勝手に枝がちぎれて生えてきたセダムも隙間から花を咲かせてますけれども、はい、スーパーリッサムも切り戻しできました。はい、続いてこちらのウッドプランターなんですけれども、宿根リナリアが花が咲き進んでちょっとグワーンって伸びすぎているので、この古いお花の花房を切り取る作業もやっていきます。こんな感じでお花が咲き進んでいっているので、この脇芽の上あたりで切っていきます。ここも新しい花芽が出ているので切っておきます。こちらもそうですね、ちょっとこれ横に倒れてるので短めに切ろうかな。ここら辺で切っておきます。はい、今気がついたんですけれども、こちらソフィアの宝石のバイオレットですね。確かバイオレットだったはず。こちら植え付けの時にピンチしてまた芽がたくさん増えてきてお花も咲き始めているんですけれども、はい、こちらのソフィアの宝石ホワイトピンクの方も芽が伸びてきてるんですけれども、先ほどのバイオレットと違ってこちらは伸びてきてるので、伸びてるところを軽くピンチしておこうと思います。ほんと軽く枝先を摘んでおくだけですね。それだけでも分枝してくれると思うので、横に伸びるペチュニアなので枝を伸ばして咲かせていきたいので、ほんと軽く枝先だけピンチしておきます。こういう横に伸びるペチュニアをお花を残したままピンチして大きく成長させて咲かせていくっていう方法も昔の動画で解説しているので、結構前の動画なんですけれども、よければそちらも参考にしてみてください。これぐらいかな。はい、ちなみにこの枝がこの影の方に入っていかないように、ここに何だろう、針金を立てて、見えるかな、針金でフェンスみたいな感じにして、ここの奥に伸びてた枝をグッて持ち上げて、外側に枝が伸びるように誘引というか仕立ててあります。はい、ということで今日はペチュニアを中心にいろんなお花のピンチとか切り戻しをやっていきました。さらに枝数を増やしてたくさん咲かせることができますので、皆さんよければ参考にしてみてください。この動画が良かったよって方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。限定動画や過去の配信が見れるメンバーシップもやってますので、参加してもらえると嬉しいです。今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。